はい、こんにちは、サルーニです。いきましょい、スクストというわけで、スクールギャールストライカーズの実況をしていきたいと思います。今日はまあ協力戦の模様をちょろっとっていう感じですね。まあ一応あわよくば、なんだろう、オブリ戦をちょっと取ろうかなと思ったんですが、本当はね、あの中級、まあ、あわよくばね、初級もね、まあ、前回も初級は取れなかったんだけど、まあ、今回中級から始めちゃったから、そもそも初級のレイドオブリを取ることはないじゃないんだけど、まあ、私ね、一応ね、保存委員会的な感じで動いてるところもあるんで、本当はね、取っときたいんですけどね、気持ちね。気持ち取っときたいんですが、まあまあその辺は。というわけで今上級やってます。はい、です。で一回ね、メガイラさんだっけ出てきたんだけど、あの人今回青いんですよねどういうこと、前回赤かったのに。なんかあるんだろうな、早くストーリーがね、ストーリー読んでそこまで行きたいんですが、まあね、でパーティーはね、一応やっぱこういう時にね、特攻メンバーっていうか使って新アイテムを上げていこうと。TR 先生とフェイちゃんと、まあもともとまあチーン電子レンジになったんだけど、もともとね、ノエルさんを使ってるんだけど、もうただのボスだ、ただのボスっていうか。で一応まあまだ収束度は甘いんだけど、レアメモかじゃないや、なんだっけ、特攻メモかを使ってます。まあ、せっかくなんで見ましょうか。ね、一応メガイラが出た時のために実は強い方は後回しにしちゃってるんだけど、この辺はその辺ってことだから、ちょっと特攻の人がいいか、せっかくよかった。じゃあ行くわ、一応見ましょうかそしてからの、で、リソースがね、しゃあないですね、いつも飛ばしてるから、ね。まあ、一応設定で変えられるって話はあるんだけど、コンボ発動した、地味。まあ、レアメモかだからね。レアメモかでしょうがないけど、13万。初めて見る。おぉ、こんな感じなの。今回のレイドオブリ、なかなか、ちょっと個人的にフォルム好きなんだよ。いや、前のやつもかっこよかったよ。あれ、これあれか。お腹もさない。ちょっと水もあってくすごいシンプル。シンプルならいいよね。逆にそれがいい。お、スリーコンボ。どうしようか。このぐらいだったら当然難しいよ。で、問題はこの後上級から上行くかどうかなんだよ。前回何回上級でやってたんだけど、もうなんなら次行っちゃおうかなみたいな。でもやっぱ特攻メモカとかのあれ強さ次第かな。私とずつまだ特攻レアメモカがすごい、なんていうか強いというかお世話になってるぐらいなんで。そんな私が果たして上に行っていいのか。まあお仲間は結構フレンドさんはだいぶ強い方いるんで、まあありなのかなって気持ちで、今回のあれはね、いいですね、投げるだけはい、あとは取り勝っていいかな。まあいいか、結構動画撮ってるし、もうちょっと流れますか。アングルがいつも違う。えいえい。やっぱ収束率が低いとレアメモカはやっぱまだまだ特攻メモカってそこまで強くないけど、まあイベントこなしていけばね、全然火力上がるんで。結構当たるなまだ全然余力ある。まあ特攻、まあぶっちゃけまた特攻を持ってる方の持ち主があるからと思うけど、強いこって
はい、というわけでね、まあ、とりあえずその辺はあとはいいかな。うん、であとは残るは、まあ、裏でやるとして、残るは違う、まあ、全然喋れないですよね。寝てからちょっと時間経ってるんだけどね、他の動画撮ったりもしてるんですが、まだね、だいぶ、ね、脳が眠いというか、お眠ですね。で、とりあえずガンガンレイドガチャを引いていきの、まあ、早く収束をしていきたい感じ、ね。今回サクサク回してみましょう。100連とか50連とか言わんと。特攻メモが来た。こうやってどんどん特攻メモが収束させていけば、私も戦術になる。ということで、一つ。ただ、イベント中に、レア特攻メモかを、幻突というか、させるかがすごい悩んでますね。実際あるんですよね、特攻レアメモかは。ん？特攻レアメモかは何言ってんだ？特攻幻突回路はあるんだけど、やっぱイベント終わった後だったら、普通の特攻回路も使えるわけじゃないですか。なんで、どうしようかなと、ちょっと悩んでますね。うん、実際私にとってはね、主戦力になるから、幻突させてもいいんじゃないかって感じだけど、逆に言うと、レア特攻幻突って、幻突回路って、こういう時にしか使わないでしょっていう話なんだよね。で、この辺の、復刻牛若ボックスとか、陰陽師ボックスとかは、溜まってきたらやろうかな。多分、牛若に関しては多分すぐマックスになるんで、一気に36連引きたいと思います。バレンタイン終わりましたね。まあ、私全部ちゃんと引き切れたんでよかったかなという感じです。でそこの辺がなんかね、なんかエラーが出てたんだよ、確かね。エラーというか。なんかまだね、喉がカスカスなんで、ね、風邪気味なんでしょう。なんか長引いてます。まあ、ここ最近寒いですからね。私ただでさえ低体温なんで低体温だからね、あんまり良くないんだけど、その上で寒いとね、多分えらい体温になってると思うんだよね。だから多分なかなか風邪も治んないんだよね。やっぱもっと運動とかして基礎体温を上げていかなきゃいけないんだろうなとか思ってますで、あとなんだっけ、何か見ようとしたんだけど、お知らせかな。とりあえずお知らせ見ようか。お知らせです。ね、すごい古くない、間違えてみて、2月19日これですね。一部ガチャで発生していた不具合について、なんかあの EXL が出るやつでしたね。特攻ガチャのご利用を再開させていただきましたってありましたね。この度はお客様にご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。スクールガールストライカーズ運営チーム一度重ねて終わりもいたします。今後はこのような問題が二度と起こらないよう努めてまいりますので、今後ともスクールガールストライカーズをよろしくお願いいたします。はい。で、まあいろいろあったわけですが、あー、なるほどね。そういうことなんだ。10連目で、排出 EXR と UR が、みほちゃんなのに、ロックオンなのにノエルになってたり、葵ちゃん、葵ちゃんじゃねえ、ゆきえちゃんだったのがフェイちゃんだったり、ロッティちゃんだったのがノエルちゃんになってたりとか、まあそんな感じになってたと。なるほどね。で、まあとりあえず対応はしたと。利用した方にセロコインを配布と。これは逆に言うと私もやっておけばよかったのかな。そしたらワンチャン。しかもこれ多分引いちゃったやつは多分回収されてないだろうしね。多分ね。なるほど。で、プロデューサーさんからお言葉が、プロデューサーの赤潮さんですね。赤潮です。まずは本件ガチャの設定不備につきまして心よりお詫び申し上げます。まあ、今回確かにちょっとこれは結構一番だけど結構ひどいというかあれですもんね。今回該当のガチャをご利用になったお客様につきましては本お知らせ内に記載の通り順次適切な対応をしてまいります。ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。本件が重大な不具合である認識を改めて運営スタッフ開発スタッフ内で徹底し、再発防止に努めると同時に今後とも体調の皆様に安心してスクストを楽しんでいただけるようより一層の努力をしてまいります。あ、もう急いでたのかな。5時がありますよ。してまいりますになってますからね。まあまあまあ、きっと急いでたんでしょう。この度は多大なご迷惑をおかけし本当に申し訳ございませんでした。これからもスクールガールストライカーズよろしくお願い申し上げます。2018年2月19日スクールガールストライカーズプロデューサー赤潮ひろゆきさんでいいのかな。実際ね、まあ私もプログラムちょっとかじってた人間なんでわかるんですけど、まあ単純にあれだよね。そのルートっていうか
まあ人間の仕事ですからね、やっぱミスもどっかで出てきますよ。ただやっぱりあれだよね、そのなんていうのかな、デバッグじゃないけど、そのなんていうの、使用試験っていうか、やっぱ設定した後に一回動きをねちゃんとしっかり見て、目視っていうか、ね、その動作をちゃんとね、プログラムの動作を確認した上で出さなきゃいけないっていうところが多分ちょっとできてなかったのかなっていう感じですね、テストというか。まあそういうこともありますということですね。まあしっかりと対応していくということなんでね、それは素晴らしいと思います。まだまだ喉が良くないな。で、今後の予定としては、まあ、とりあえず、まあ、今回の協力戦も3万以内、まあ、前回入れなかったんだけど、まあ、3万以内目指していくと、やっていく感じで、あとね、いろいろね、他にも撮りたい動画はあるんですけど、エテルノランドだったり、まあ、あのキャラクターのね、いろいろ個別で見てったりとかしたいのですが、ちょっとまあしばらくは、あとね、若干やっぱ喉がね、良くないんで、ちょっとね、動画もお休みっていうか、まあ、あと何でもね、やっぱちょっと仕事の方もあるので、まあ、ちょいちょいという感じですかね。100万はどうだろうな。まあ、ね、本当に特攻の方とかの力を借りれば早くなきゃいけないんだけど。ここが消せないか。でっかいオブリオン。さあ、どのみ。まあ、ここら辺でメガエラさんとか来てくれたのですね。なんだ、まあ、今回この辺でいいかな。レベルが上がったら50レベル。ついに私も50レベルになりますね。ついにっていうのはあれだけど。まあ、今回もね、ちょっと、まあ、この間は最終日に聞いたんですけど、ね、SR 特攻メモとかも落ちないかなとか期待しながらやってますけど。はい、というわけで、じゃあ今回はね、協力戦、レイドオブリ戦のお話とか、あと、なんだっけ、レイドガチャ引いたりしました。まあ、どうせ休みました。というわけで、お疲れ様でした。バイバイです。